少子高齢化の進展により長年課題となっている介護現場の人手不足こうした中介護福祉領域の人材支援に特化したサービスを展開する株式会社ブランケット介護に興味のなかった代表の秋元河合さん30が学生時代に起業して介護の課題に可能性を見いだすまでの思いを聞いた コロナ禍で新たに生まれた課題に対応してきた2020年介護業界で働く人たちをつなぐコミュニティの運営や介護業界の人材不足解消に向けた人事支援そして介護の魅力や価値を発信する PR 活動秋元河合さんの会社ではこれら3本の軸を中心とした事業を展開する学生時代に立ち上げた会社は今年で創業9年目 2020年から続く新型コロナウイルス感染症の流行を受け、現在は現場から寄せられる悩みや苦労の解消につながるプロジェクトにも取り組んでいる、コロナ禍の中で、介護職は人の生活に寄り添うエッセンシャルワーカーとして、なくなることはない仕事だということが改めて分かりました。ただ、コロナ前から続く人材不足の課題は今もなお解消されておらず、有効求人倍率は高止まり。 おまけに、コロナの影響で1年前から合同説明会ができなくなったことから、学生への PR 機会が激減しました。 私たちはいかにオンライン上で魅力を伝えていくのかブランディング支援も含めてさまざまなサポートを行っています最前線で働く介護現場の人たちから相談や情報が寄せられる中自宅でリモートワークが可能な自身に対してこれでいいのかとモヤモヤした感情も抱いたというどう感染対策をしたらいいのかわからない感染対策をしながら介護の質をどう維持していけばいいのかについて悩んでいる アルルコール消毒が手に入らないこうした現場からの情報が入ってきやすい状況にある私たちだからこそできることがあるはずそう考え柔軟に対応してきたのがこの1年でしたもともと介護への興味は全くなかった秋元さんと介護との出会いは大学で携わった企業サークルだ介護領域で事業を考えるチームへ参加することになったが 当時は介護領域への興味関心は全くなかったという。チームではあるチームメンバーの大好きな祖母が認知症になり自分のことを忘れられてしまったという経験からフリーペーパー「孫心孫心」を発行することに。フリーペーパーのコンセプトは認知症予防につながるコミュニケーションツール。 実際に認知症の人と接した経験が浅かった秋元さんは、認知症を知るため、介護現場での見学を経て、小規模デイサービスでのアルバイトを始める。そこで見たのは、きれいごとだけでは済まない介護の現実だったという、認知症のある方を虐待する家族もいるような現実を知り、生きていることが申し訳ない、と苦しんでいるおばあちゃんとも出会いました。 日本は長寿を誇っている国なのに自分や家族の老いが最後には負になってしまう生きていることを申し訳なく思いながら最後を迎える人たちがいる現状に対してこのままだと嫌だと思ったんですまた課題を抱えているのは福祉事業者も同じだった事業者ごとに閉鎖的にならざるを得ない部分があり閉塞感や疲弊感の大きさを感じました 行政と事業者は本来手を組んで人手不足に取り組む間柄なのに、連携がうまくいかずに不満が生まれていたりすることを知ったんです。秋元さん自身、家族に要介護者がいたわけではない、介護こそが自分のやるべきことだと明確に思うきっかけがあったわけでもなかった。しかし、現場にいれば入るほど、知らなかった課題が見えてくる。 一歩一歩深みに入っていくように、秋元さんは介護の世界に入り込んでいった、本当に、じわじわですね。いつしか、抜けられなくなっていました、学生最後の年に、介護・福祉事業者向け採用・育成支援事業に取り組む会社を設立した。ケアの循環と社会の福祉化を目指したい新型コロナウイルスにより、物理的に閉鎖的にならざるを得なくなっている介護施設。 介護施設内にウイルスが持ち込まれることを防ぐため職員たちの行動にも制限が生じている人をケアするケアワーカーもみんな一人の人間だしかしケアワーカーのケアはどうしても後回しにされてしまっているそんなケアワーカーをケアするため秋元さんはケアワーカーをケアしようという。 介護従事者を応援したい人たちから寄付を募り、化粧品や家事代行サービスを介護従事者に送るプロジェクトを新たに始めた。感染予防のため施設に自由に出入りができなくなり、どう感謝を表したらいいのかわからないと悩んでいた利用者の家族の思いをつなぐこの取り組みは、社会実験的な意味もあると秋元さんは言う、挑戦したいのはケアの循環。 今後、ますます社会全体でケアを必要とする人は増えていきます。家族にケアが必要なときはケアワーカーに頼ることができて、ケアワーカー自身がしんどいときは、誰かに甘えることができる。高齢者や障害者もケアされるだけでなくケアする側になれる。そんなケアをする側とされる側が固定されずに、互いに助け合えるようになる。これがケアの循環ですまた 中長期的には人材確保も根強い課題だ秋元さんは高齢化が進む2040年には就業者の5人に1人が医療福祉に従事する必要があると言われていますただ人材確保をしていくだけではなく医療福祉従事者だけにケアを担わせない形を模索したいと思っていますと語るそこで秋元さんが見据えるのが社会の福祉家だ 介護専門職だけがケアを担うのではなく、社会全体を福祉に適した作りに変えていく。すでに配送業者による配達時の見守りサービスや、ケアマネージャーが在籍しているコンビニエンスストアも出てきているという。秋元さんは、あらゆる産業に新しい発想が求められていくと思います。私たたたちもででききることとを模索してい,きたいですと話す話また事業者 家族、要介護者が抱える葛藤は見方を変えれば新たな可能性を秘めているという葛藤があるということは課題は見えている状況ということ試行錯誤をした結果今までになかった方法や考え方に行き着くかもしれない秋元さんは「ブランケット」という社名に込めた思いを教えてくれた幼い子供が安心のために握りしめているブランケットは成長に寄り添う存在です 私たちも、そんなブランケットのように葛藤に寄り添える存在になりたい。これからも、現場のニーズをお聞きしながら可能性を見出していきたいです。この記事は、日テレのキャンペーン、グッドフォーザプラネットの一環で取材しました。グッドフォーザプラネットとは SDGS の17項目を中心に、地球にいいことを発見・発信していく日本テレビのキャンペーンです。 今今年のテーーマはシャープ今からスイッチ地上波放送では2021年5月31日から6月6日日テレ系の40番組以上が参加する予定です。これに合わせて日本テレビ報道局はさまざまな「地球にいいこと」や実践者を取材し6月末まで記事を発信していきます。